はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ前回の続きをやっていきましょうか。夜のうちにね、サイコパス習熟ゲスト、これ右上に出してますけど、ちょっとやってました、狼を探しにね。で、今ね、25、めっちゃ見にくいけど、今25なんですよね。3、4匹倒してきました。これね、狼肉、半熟分の25。だから、あと5匹倒せばいいんだけど、まあ、荒れ地にはね、めったにいないんで、狼。全くいないわけじゃないけど、めったにいないんでね、まあ、荒れ地で生活してる分にはちょっと厳しいかな。こう、達成するのはね。まあ、夜のうちに、また夜になったらね、雪場用まで、探しに行こうかと思いますけど、まあ、昼間はとりあえず、あとね、この間拾ってきたね、オーブン、ここに置きました。はい。それ事故破壊して、代わりに壁にキャビネットを貼り付けて、まあ、これ種が入ってるんですけど、こっちね。種が入ってるんですけど、で、ここで、今、コーヒーとか飲み物作ってます。はい。この辺で、めっちゃこんなにいらないやろっていう話なんだけど、まあまあ、でも一応作ってます。はい。あ、そういえば水出来上がってんじゃないこれ、実は。これ、いつも取るの忘れるんだよね、これね。あ、できてる、できてる。そんなに水いらんやろって言われそうだけど、まあ、いらないんだけどね。いや、44枚。まだ44枚あるし、これもね、食料バンドルかなんかで、ミネラルウォーターと、あとね、この辺、スパゲッティとか、ツナグレービートーストとかね、スパゲッティめっちゃ回復する。122も回復する。食べるのもったいないぐらい回復します。はい。ということで、まあそんなこんなで、今日もクエストに行きましょうか。よいしょ。ほい。ででん。あんまし、最近あまり行ってない物件に行きたいですね。あれ閉まってる。今日は閉まってるんだ。よいしょ。はい、こんにちは。仕事ありますか？じゃじゃん。蜘蛛の巣はちょっと行きたくない。バニティタワーも、あー、ここも行ったね。ちょっとなんか今一つだな。これ地下に研究所があるとこですよね。ねえ、カレンさんの、カレン博士のご自宅ね。ご自宅というか、向こうのトレーターいっぱい並んでるとこ行くか。あ、思い出した。そういえば。あの、なんだっけ、エアロパーツ、エアロパーツどうしたっけ、俺、そういえば。あ、エアロパーツバイクにつけてみたい。どんぐらい速くなるのか。ちょっと待って。ここに乗せっぱなしだ、そういえば。荷物整理忘れてた。あ、ですよね。積みっぱなしだった。そうだった。ちょっと待ってよ。ちょっと整理するんで待ってくださいね。はい、一通り終わりました。あと、現在供給フレアを。出して、これ一応破壊して中確認しましょうか。あの、フレアの状態で置いとくよりも、回収しちゃって素材に、スタック量が大きいんでね、別に邪魔にならないんでね。はい、ということで、これで完了。はい。待って、粘土持ってるな。粘土持ってる。あとバイクか。バイクは、ここに置いてある。あ、置いてあるね。ちょっとバイク、あ、待って、これ開ければいいのか。修理する。開く。あ、ここでこれつける。早くなってんのかな？数字で出ないからわかんないね。ちょっと乗ってみましょうか。あ、じゃあ、これ、下ろしてから乗らないとダメなんだった。早くなったのかな？あんまりわかんないけど。早くなってる？あ、まあ、でもなってるかもしんないな。あんまり違いわからんな。あんまり違いわからん。このバイクドリフトしながら曲がらないといけないんで。こうね。あんまり違いわかんないな。スピードメーターがね、出ればいいんだけどね。スピードメーターないからな。残念ながら。ちょっと速くなってるかどうかわからんけど、でもなってるんだろうな。なってると信じたいね。なってると信じたいところだね。どこだ？トレーダーどこだっけ？あれ？あ、ここか。あ、来た。あった。めっちゃこれ誰だ？穴掘ったの。やめてくれるかな？ちょっと。よいしょ。はい、やってまいりました。ここならまあ、また、ゾンビ湧いてない？犬湧いてないかな？ここならなんか面白い仕事ないですか？ででん。セブンデイズスイート。米軍ポストセブン。あ、ポストセブン面白いよね。オーストリッチホテルはちょっとあんまりいまいちだな。
ホストセブンは結構ね、ゾンビめっちゃ来るよね。めっちゃ来ても面白いかもしんない。こっちはちなみに。ダダン。ジェン君はラストサンセット老人ホーム、今回行ってないね、そういえばね。多分行ってない。1.3 キロまでめっちゃ遠いな。ラストサンセット老人ホーム行こうか、こう。多分行ってないよね。脅威を排除してください。了解しました。ちょっと遠いけど。行って。あ、向こうなの。あ、何？モリバイオームなの？どこ？あ、なるほど。雪か。あれ？人湧いた。人湧いたぞ。雪ね。あ、まあ雪もでもいいか。狼いたら枯れるしね。よっしゃ。今日はバイクで行こう。あれ？どっちどっち向こうか。よっしゃ。ガソリンある？ガソリンあるね。じゃあちょっと、ラストサンセット老人ホームに行こうか。この辺夜のうちに、待って。猫だった。狼かと思ったら猫でした。にゃんこ。猫パンチやめろ。よいしょ。今、狼いたかと一瞬思ったんだけどね。この辺でもね、戦ってたからね、夜のうちに。人がいっぱい死んでんだよね。人というか、ゾンビがね、ゾンビめっちゃ死んでんだよな。倒してきたから。はい、ということで、雪の街にやってまいりました。ラストサンセット老人ホームってどんなやつだっけ？あんまり覚えてないんだけど。あんまり覚えてない。あー、マジかよ。あー、ぶち破った。あ、ここか。ここ老人ホームなの？あー、なるほどね。ここか。これアルファ21にあるの？この物件。ああ、ここ老人ホームなんだ。なんかやったような気がするね。よいしょ。やったような気がしてきた。なんとなく。よし、じゃあ。走ってる人いるけど。止まるみたい。よいしょ。どこから開始？開始こっちじゃないんだ。裏か。開始どこですか？あ、こんな中？あ、こんなとこから開始すんだ。あ、そうなの。なるほど。じゃあ行きましょうか。よいしょ。39しか。いきなり降りていく感じ、これ。じゃあじゃん。いきなり降りていく感じ、これ。ボール転がってるけど。あ、ここ俺行ったことないかもしんないな、なんか。一瞬行ったことあるかなと思ったんだけど。いや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 。いらっしゃい。いや、いらっしゃったのは俺の方だった。ごめん。来たの、侵入者は俺の方だった。はい。はいはいはい。エリア一層だからね。それなりに全員倒していかなきゃいけないっちゅうことね。はい、あ。はあはあ。よっしゃ。もうあんまりでも、あさるものはそんなにないかもしれませんね。特に欲しいものは。来い。手に、この手に。よいしょ。じゃじゃん。さてさて。あ、いるいる。オッケー。全身だ。めっちゃもじもじしてるけど、お前。大丈夫そこのもじもじくん。じゃあじゃん。ここはただの？ああ、ただの小部屋ね。何入ってんの？あ、そんなの入ってんだ。よいしょ。エレベーターある。犬いるの？マジ？いない。布欲しいね。さっきの話ね。布もらって帰ろう。あ、なんか燃えてるな。あれはパイプが燃えてんのか。解体して布になったりしないと。パイプから火が出てんのか。なるほど。おっと、伝説マースか、くそ。なんか服、あ、ここ行けっていう話？ああ、そうなのね。水もらっとくか。
これ布、あ、布入ってた。ここに行けという話ですか。あ、上に上がれるんだ。ああ落ちてくるブエブエったかあれはいよいしょ、オッケー、床抜けたのね。でここを上がっていくんで、あ、ここか、あ、ここに乗る。はい、こう近いよ、近い近い近い。ああ、まだいいのか。膝に当たって死ぬなよ。膝に当たったぐらいで死ぬんじゃない。頑張れ、それ我慢しろ、膝ぐらい。ほうほう、さすが大量発生だね、これ。まあまあ来るね。ヘイ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 、あれヘイ、もう一人いるな。オッケー。オッケー。老人ホームって言われには老人あんまりいないね、なんかね。元気な人ばっかだけど。ねえ。みんなめちゃくちゃ元気じゃん。みんなめっちゃ走ってくるけど。よいしょ。はい。タクティカルウォーフェアももう振り切ってんのね。なるほど。あ、金庫あった。特に金庫設置するもんなんだね。え、面白いね。はい、焼きました。じゃん。ええ、どこにいんの。おるるるる、あ、外か。野良か、野良がおろおろ言ってるけど。はいはいはい、544経験値。さて、じゃあ私は進んでいきましょうか。ここは閉まってる、ここも閉まってる、そこも閉まってる。こいつはちょっと潰したい。はい、ここは、ここも人いたね、さっきね。へいへい、ああ、なるほどね。そこ、ああ、早いね、残忍くん早いね。よいしょ。よいしょ、あれ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。オッケーですか。あ、スイッチあるね、なんかね。スイッチのマーク出たぞ。じゃん。本はもう読んで経験値にしてしまう。もう解体してもいらないし、どうせ。本いっぱいあるね、ここもね。バルカン砲だ。ここは、あ、閉まってんのか。ここは閉まってる。これ見たっけ、見たね。薬。あ、こっから抜けていけという話ね。あ、包帯だ、ラッキー。救急包帯もまあ1個ぐらいは持っててもいいか。これね、普通の包帯で。普通の包帯今までいらないからって分解してたけど、ちょっとね、在庫がなくなってきたからね。持って帰ろう、しっかり。あ、あ、ちょっと乗っかってた。乗っかってた。これ邪魔だね。植木に乗っかってしまったじゃないか。あ、閉まってるよ、これ。閉まってるけど。閉まってるけど、まあ、閉まってるけど、ゾンビが壊してきたんで、どうなんだろうな。そこ行っていいかな。ここに人い、このベッド邪魔だね、これね。人いないの。あ、いないんだ。伝説パーツ。あ、こんなとこに金庫が。はい、焼きました。あ、ドローンか。貞子来ちゃった。あ、そりゃ来るわな、こんだけ撃ったらな。ここも壊しちゃうかも。行き止まりじゃないの。あ、そっから行けるんだ。え？そんなとこから来るの？そんなとこから来るんすか。おお、あ、いた。ルート無視して勝手なところに行ってるけども、ルート無視して勝手なとこ行っちゃってるけど、これいいんですかね。あ、でも行き止まりだな。あ、こっから外に行けるんだ。あ、ちょっと待って、あんまりルート無視するのはよろしくないので、ちょっと戻るか。
ね、一層だからね、あの変なとこ行くとさ、取りこぼしが発生するんで、取りこぼし発生するとね、あれ？はしごがある。取りこぼし発生するとどこにいるんだって探さなきゃいけなくなっちゃうからな。じゃん。あ、結局繋がってんのか。あ、そういうことか。繋がった。あ、繋がったわ。こうだ。これ降りるとどうなの？上がれるから降りてみる？あ、武器バッグがあるんだ。なるほど。ああ、誰かいる。どこ？外か。外だね。そういえば武器バッグで思い出したけど、昼の動画？昼の動画さ、多分さ、前回の、昼の動画？前回の、いつ公開かちょっとわかんないけど、昼か。月曜の昼か。月曜の昼の動画でさ、なんか聖地にね、サンクチュアリーに行ったんですけど、あそこでね、結構、まだ公開前だと思うんだけど、まだ公開前だ、まだ公開してないよね。これ撮ってる時点じゃまだ公開してないと思うんだけど、結構ね、武器バッグとかね、見逃してるっていうか、わざと撮らなかったやつがいくつかあったんだけど、なんかコメントでさ、忘れてますよって言われそう。言われてそう。結構言われてそうだね、なんかね、と思った。うん、ここは今、あ、わー。で、外か。はい。そう、なんか結構ね、わざとね、もう取らない、もういらないから取らないやっていう時も結構あるんだよね、もうここまで来るとね。ここまで来るとね、その割にはどうでもいいやつ、蓋開けてね、中見てるたりもするんだけどね。サタコどこ行ったんだろう。サタコ気になるな。あいつ入ってくるからな。ずうずうしいからな、あいつ。まあいいか。静かになったからいいか。ねえ、貞子の叫びでさ、視界を奪われるからそれがうざいんだよね。こんにちは。ん？なんかめっちゃこっちの方に来た。あ、そんなとこから来んの？そんなとこから来んの？職員の方々。また貞子騒ぎ出した。貞子騒ぎ出したやないか。はいはい。はいはい言ってるけど。まあしばらく。それがうざいんだよな、貞子な。まだいるんだ。まだいるんだ。あ、生きてんのか。もう一匹いるけど、いた。よいしょ。こっち来たらこっちから撃つけどね。こっち来ないかな、あいつ。貞子。この辺に。見えるところに。おお。デカハズマットがいる。あ、まだ生きてんの、お前。すごいね。こっち来ないかな。まだ生きてんの、お前。強いね。ハズマッティ強いね。ちょっと待って、これこっから屋根に上がれる？ひょっとして。上がれないか。あ、上がれるか。上がれそうだな。こう行って、あ、ちょっと待って。上がれる、無理か。あ、無理か。隙間がないか。屋根に上がれるんなら屋根からあいつを、貞子倒しに行ってもいいけどね。向こうに回ってね。まあいいか。まあいいや。ボーリングして遊んでたのね。まあ、レクリエーション大事だからね。レクリエーションね。これ、ダメなんだ。はいはい。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 上から肉肉が来るとは思わなかった。強っ。お前、どんだけ頭に食らえば気が済むんだ。よいしょ。この辺から撃てんじゃない？この辺から撃てない？来ないな。来ねえな。だからさ、だからさ、場所がちょっと違うやね。ちょっと。向こう側にいるのか。向こう側にいるのか。で、あ、そうか。こっちか。
こっちから行くのか。こうか。ほい。ここで耐える。あれ？あれ？ポテ？ポテって言ったけど。来た？あれ？あ、来た。あ、なんか落とした。なんか落としたわ。この中にいたのね。これは、あ、薬だな、あさりたかったな。はい、ということでやってまいりましたが、こっち行き止まりだよね。あ、ですよね。ここだな。そっからも来そうだけどね。うわー、貞子の射程範囲に入っちゃった。どこ？ただこの射程範囲に入っちまったか。ちょっとなんとか処理したい気がするな。バカ。誰がオロオロ言ってんだ。あ、まあ水はもういらんわ。わーい。こっちから撃てないのか、貞子。こっち、こ、あ、落ちる。危ねえ。こっち来りゃいいのにな。来そうにないな。あ、引っかかってんだろうな。まあ、やりに行ってもいいけどね。めんどくさいからやめとくか。こっから、この先どうするんだ？この先どうすんのかな？あれ？この先は？あ、こっちか。なるほど。こっからか。で、下にも行けんの？あ、下、これ以上下には行けないんだ。この、ここに来ないかな？来ないか。で、閉まってる。上に行ったら、貞子の射程から外れるんじゃないか。ねえ。上に逃げよう。あ、そして屋上？そして屋上か。じゃじゃん。そう。そう。あ、ここ空いてる。あ、取りんの？警官もいる。鳥が下にいるけど。鳥来た。犬は上がってこれないのか。はうなはうな。犬は上がってこれないのかな。もう一匹いるな。お前生きてんの？死んだふりすんだよ、お前。今顔当て、死んだふりすんじゃねえわ。死んだふりすんだ。マジで。おもろすぎるやろ。はい、ということで、全員来たかな。開くんですよね。開くけど、誰もいないんだ。こっから降りる感じ？あ、まだいるんだ。じゃじゃん。出てこい。ここ壊れたけどね。あれ？いない。下にいんのか。あれ？下にいんのか。下？あ、いるいる。あと二人いるけど。こん中か。あれ？いない。バウーバウー言ってるけど。出てくるかな？出てこないな。こっちにもさ、なんか下に、ここ落ちたらどうなの？ここは？あ、ここはここか。あ、こうか。この下は今いたところ？ひょっとして。いたところじゃないような気がするけどな。あ、崩れんな、そこ。今いたところではないような気がするけどね。あら、来た。貞子上がってきた。お、ということは、下を開けてきたのか？
まあいいや。これ閉めとくか。ここをちょっと落ちてみたいね。こう落ちてみよう。おとっと。どこここ。あ、来たこと、あ、来たことあるね。この金庫開けたね。あ、なんだ。何のことはない。行ったこと、あ、こっから上がってきたんだっけ。どう行くんだ。こっちか。こう行って、こう行って、ここ、あ、こう行って、こうか。あ、こうだね。あ、落ちる、危ねえ。こうね。ああ、そうかそうか。結構遠回りになっちゃった。落ちなきゃよかった。落ちるんじゃなかった。こう行って。あれ違うな。あ、こっからか。こっからだ。からここ行って、こうな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 って違うな。あれ？え、違うな。どう行くんだっけ？あ、こっちか。あ、こっちか。あ、はいはいはい。こう、こうだね。こうね。あか。よっしゃ。OK。で、ルート的には、ここ、そこにカバンがあるね。そこにカバンあるな。まあ、ルート的にはここを降りると。ポテッと。あ、OK。よと。はい。で、ここは、あ、閉じてる。ここ開けてみたいね。これでも開けちゃいけないとこなんだね。そうね。壊れちゃった。まあでも修理キットは多分あるね。また作んなきゃダメだね、これ。こないだ、このハンドガンとライフル作ったんですけど、オートマチックやっぱりすぐ壊れちゃうから、作ってもね、もっと作んなきゃダメだね。ガンオイル作るのがめんどくさいんだよね。ガンオイルとかから作らなきゃいけないからね。ここはでも、こんだけ壊れてたらもう壊していいような。あれ？ここは一回通ったとこだね。ここ通ったとこだな。ねえ、ここ、あ、ですよね。ここ通ったよね。こっち行ったよね、さっきね。あー、繋がってんだ。あー、はいはいはい。こっから出てきた。こっから出てきて、こっち行ったんだ。こうね。なるほどね。繋がってるんだ。そして、ここ降りていく感じか。じゃじゃん。あ、ほんで開いてるんだ。なるほど。一応リロードしておきましょうか。ガシャーンと。近いね。近いね。近い近い。近い近い。うわぁ。どこ？後ろからも来てんのかな？後ろからも来てんの？感染した？さすがに感染するか。なるほど。まあ、死ぬほどのことじゃなかったけど。さすがに感染したか。ビタミン剤欲しいね。ビタミン剤。ビタミン剤を探す旅に出るか。これ。なるほど。お薬、この薬棚とかさ、あされないか。くそ。ここは何もないのか。ビタミン剤欲しいな。ちょっと疲れちゃってる。ねえ。疲労困憊だ。これあされないのか。あ、あった薬。じゃん。ビタミン剤は？俺にビタミンをくれ。ビタミン剤ってまあ、ナースが持ってたりするけどね。ねえ。ナース持ってたりするけどな。もう階段壊れちゃって、あ、もう戻れなくなっちゃったじゃん。ねえ。なんてことだ。あ、開くんだこれ。しかもこの先行ける。しかもこの先に行けるという、このミラクル。あ、閉まってるでも。あ、そうなんだ。閉まってんのね。あ、味噌缶はでも食べちゃうか。はい。ということで、ビタミン剤探したいね。じゃん。じゃあ、開いてる。開いてたわ。ははー。
特になさそうだな。ここは燃えてる。火事だ。あれ人いるのか。はいはい。オッケー。ここの薬棚があされないのか。残念だな。めっちゃ燃えてるやんこれ。めちゃめちゃ燃えてますけどね。老人ホームの火事は怖いね。みんな逃げ遅れるんじゃない？老人の方々ね。そう、素早く走ったりできないでしょ。ここは、ここ壊していいとこね。壊していいとこです。はい。ご飯か。まあ、ご飯。ビタミン剤が欲しいところですね。こう自販機売ってたりはしないか。キャンディーだけか、売ってんの。コーヒーは欲しい。まあ一応中だけ見よう。じゃがいもの種か。まあいらないな。これは？腐肉。以上。以上だった。じゃあこれは？これは泥水か。もらっとこう。閉まっておりますが。はい。じゃあこっちか。こっちか。こんにちは。たくさんいるな。近いよ。あ、壊れちゃう。ルートが壊れちゃう。こいつに当たんないんだ。あ、パソコンに当たってんのか。パソコンに当たってんのか。避けるなよ、お前。こいつ。お前、うざすぎやろ、お前。あれ？オッケーですか？薬棚全然あされないんだが。俺に薬をくれない気か。あ、コーヒー欲しい。俺に薬を。ぜひとも薬を。あれ？これあされないの？あされるよね。じゃん。紙か。こっちは？ビッグヒッター。水はだけもらっとくかな。トウモロコシはいらん。トウモロコシいらないわ。じゃがいももまあいらんわ。あれ？カバンだ。これ人落ちてきたとこじゃない？確か昔。ねえ。あそこの下通った時に。ここが閉まってる。おう。上と下、これ。OK?OK でございますか。あ、薬だな、あるじゃん。アロエかよ。アロエだった。アロエね。あ、シャムサンドはもういらないかな。これはグルーはちょっと欲しいな。グルーはちょっと欲しい。血液バッグももういらない。習慣家庭料理もまあ別にいらない。これ椅子でしょ？これはまあ一応置いとくか。はい。薬、あ、全然薬一個もない。在庫ゼロやないか。コーヒーが入ってるんだよ。はあ。よいしょ。あれ？しゃがんで出る感じ？あ、一斉に起き上がる。あ、結構いるね。結構な量いらっしゃるね。あ、入れんの？お前たち。入れるの？こいつらは入れるの？以上ですか？よいしょ。じゃ疲れてるからさ、仕事させないでよ。そういうわけじゃない。あ、でもあんまりね、攻撃が緩いと面白くないんで、そこそこ来てもらっていいけど、もうちょっと強い汚染ゾンビとかいっぱい来てくれた方が楽しいかな。どちらかというとね。どこ行くのこれ。あ、ここが開くんだ。はい。おっと、あれ、ここ開いてちゃいけないところじゃないんですか、ここ。これ貞子開けてきたのか、ここ。っていうことは外に繋がって、あ、外開いてる。俺のバイクがあんなところに。
なるほど。本来ならここ開いてちゃいけないところなのね。これ、サタコがぶち破ったのか。なんてことするんだ、あいつは、本当に。なんてことするんだ。なんて迷惑なやつなんだ。じゃじゃん。軍人さんがいらっしゃるけども。えへい。あれ、なんかあった。あ、車椅子があったのか。車椅子とか邪魔すぎるやろ。どうやって？OK、 ケー、まだいるな。じゃあじゃん。お前か。お前さんかい。何も落とさなかった。こんだけ。あい、落としてる。こいつ邪魔すぎる。この車椅子。クソ邪魔だったな、今。よっしゃ。はい。さて、車椅子って機械部品？分解すると。あ、違うのか。鉄にしかならんのか。機械部品じゃないんだ。機械部品ついてそうだけどね。はい、そして食堂にやってまいりましたが。じゃじゃん。まあ、こっち先見るか。開いてんだ。じゃあ、こっち先見るか。バカ。トイレ。トイレ、トイレ。薬棚は？あ、開かないのか。棚開かないのか。ここは人いない。ここもトイレですが、人はいない。棚は晒させてくれないのか。ビタミン剤欲しいんだけどね。これ邪魔だな。ということで、こっちか。こっち漁るか。食料は別に、これと言って、まあでも一応もらっとくか。腐肉はいらんな。腐肉返そうかな。腐肉どこ行った？腐肉返そう。コーンミールもいらないな。まあ鉄だけもらっとこうかな。腐肉、みんな肉腐っとるやないかい。ほとんどの肉腐ってんじゃないか。チャムサンドもまあいらんな。これ、小麦粉。小麦粉そういえばあんまり持ってないよね、俺ね。焦げ肉か。食べるか。176って満タンじゃないような気がする。炭。これ開くんだ。え？ああ、エレベーターなのね。業務用エレベーターって感じ。なるほど。飛び降りることもできるけど、飛び降りるとまた元に戻るんだろうね、多分ね。ここは、謎の部屋。あ、こう見ると取っちゃった。まあいいか。なるほどね。返しとこう。ということで、じゃあ、あれ？おい、行き止まりじゃん。おや？ファンの音するけど。あれ？行き止まりだわ。あれ？おや？どういうことだ？どっか、飛び降りんのか？やっぱさっきのエレベーターから飛び降りる感じ？あ、そうなのかな。こっから飛び降りる感じかな。こうですか。あ、確かにここ見たこと。あ、でも途中、中途半端やな。こうか。はい。こういう感じ？これのバルブは、めっちゃ燃えてるけど、どこにあんだ？まあ、ここには行けないってことでね、しばらくね。こんにちは。あそこにある。けど、人いないのかな？人がいないとは思えないけど。あれ？あれ、いないのかな？これ、回したら出てくるんじゃない？
んなとこにいるの、こんなとこにいるの。イエーイ、どこ行くのがいいかな、この辺かな。ちょっと待って待って待って、強いやつが、こいつがこいつめっちゃ強い。あ、やばい、燃える燃える、燃やさないでください、ね、あ、やばい、弾切れた。よいしょ、あれあれ、あ、でも終わったんか、これで、これで終わりか。めっちゃ痙攣してるやついるけど。はい、感染したけど、まあ、まあ死ぬほどのことじゃない。あ、なに、肺血腫またなったな、あの、あれがいたのか、パーティーガールが。ちょっと待って、どれだっけ、これじゃないな、これか。あ、違う、マーサになった、マーサ。マーサは、あ、残忍ナースから感染する。初めてマーサになったんじゃない。マーサの薬は多分5個持ってるから。なるほどね、残忍ナースからマーサになるんだ。へえ。そしてお宝はどこにあるのかな。じゃじゃん、ここ開かないの、なんかしたらここ開くんじゃない。でその先がお宝じゃないんでしょうか、違うんですか、違うんですか。あ、ここお宝なんだ。あ、なるほどね、ここか。あ、この辺にゾンビがいっぱいいたのね。確かにいっぱい出てきたもんね。こんなところに小部屋、あんで鍵があるんだ。なるほどね。はいはい。もらっとくか。これは、ああ、薬じゃないじゃん。全然薬じゃなかったけど。ねえ。チェーンソーか。全然使ってないな、チェーンソー。持ってるけど。あ、食料バンドルありがたいね。これはまあ何でもいい。こっちはないのね。はい。おー、ナイフガイ。狩猟ナイフクオリティ6。狩猟ナイフの先、あ、マチューテがあるか。マチエテがあるか。まだ先にね。よいしょ。あ、やっとビタミン剤あった。ん、食べちゃおう。速攻食べちゃおう。よいしょ。待って。これ使おう。膝小僧。オッケーオッケーオッケー。オッケー。で、こっちはないと。はい。あとこれか。開けるか。よっしゃ。ほいほいほい。ブレードトラップバンドル。ああ、なるほど。あ、全部持てないんじゃないこれ。持てない。持てないけど。あ、弾薬もあるし。これ持てるんだ。ここで何が開くのかな、開かん、そこは開かないんだ。あ、こっちが開いた。ああ、なるほど、こうなってんのね。で俺のバイクはどこだっけ、バイクこっちか。あった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 。ブーン、バイクでちょっと乗り付け、あれ、ちょっと待って。どっから出てきたっけ、あ、ここから出てきたのか。よいしょ。あ、ちょっと待って。で、これちょっと、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと取れないのか。あれ、こう、こっちも行きたい。こっちも行きたい。よいしょ。はい。まあ、こうやっていいか。で、ここに、まあ、ガサッと掘り込んで、ガサッと。なんか開く。こんなのいらないけどね。ほい。うん、まあ、いいか。よっしゃ。これでまた取れる。お宝回収しよう。どこだっけ？え、これか。OK。まあ、あとはいらんでしょ。あとは、ここちょっと開けてみたいけどね。ここ何があるの？ここ。これどこ？あ、こんなとこあったね。そういえばね。あったね。こういう。布回収しようって言ったとこだ。ああ、家庭はこれ。すごいね、老人ホーム。あんな、あんな鉄の柵とかなんだ。よし、帰ろう。どっちかな、帰り道は。デモリッシャーバカしたの、こんなとこで。あれ、どこ？
どこ、あ、向こうか。こっちか。今何時ですか ?3 時。よっしゃ、まあ帰るか。帰る帰ろう。はい、帰ってきました。きー。よいしょ。ただいま。こっちか。ジェンさんちは。どういう上がり方でしょうね。どういう上がり方でしょうねって。はい、行ってきたよ。まあでも大したもんもね、ダクトテープと、弾も別にいらないんだけどな。コレクションのため弾もらっとくか。ありがとう。まあ、今日のところは、この辺で勘弁してやろう。よいしょ。はい、ということで、じゃあ今回は、この辺にしておきましょうか。また次回ちょっとクエストとか行こうかな。さっきの、老人ホームなかなか面白かったね、個人的には。個人的には嫌いじゃなかった。うん、全然好きだった。はい。ということで、危ない。じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。ビヨン、飛ばないね、このバイクはね。狼さんでございました。またね。